の施設初めてで、すごい。ああ気持ちいい。気づきだな。バチバチ熱を感じてますね。急に汗が出てきた。じゃん、こんな上がるんだ。新時代のサウナの入り方です。But nothing makes sense anymore. おはようございます。アンナサウナ関東支部リポーターの岩崎奈美です。今日はじゃじゃん、こちら。デレレレレレン。説明しなくても分かりますね。浅草に来ております。見てください、この雷門。いや、改めて見ると大きいなんか人がすごいいっぱいだとそんなにこの大きさを感じることないですけどね。やっぱりここがね、浅草のトレードマークですから、浅草にやってきたぞっていうもう感じがしますね。でも浅草は割と本当なんだろう、昔からやっているその銭湯とかやっぱサウナもあるようなイメージで、なのでね、なんかピンとは来るんですよ、すごくサウナの場所っていうので楽しみですけれど。そうか、本堂の方にやってまいりました。でもせっかくね、なかなかね浅草にね来る機会もないのでお参りをしようかなと思います。いやー、なんかすごいですね、やっぱり。はい、よし。行くサウナが混みませんように、スルスル入れますようにって願いましたはい、浅草寺を少し離れまして、ここもまだ商店街ですね。サウナ行った後もサウナの前とかもお買い物したり、なんかお食事楽しんだりっていうのができるのかなと思うので、すごい最高の場所にあります。見えてきました。もうドドンと見えてきましたけど、サウナここに書いてありますね。じゃじゃじゃーん。今日はこちらのサウナリセットピントさんにお邪魔していきたいと思います。さっき私がたまたま冒頭で、あの浅草にサウナがあるのがすごいピンとくるって言ったら、なんとね、お店の名前もほらドンとピントって書いてあるじゃあ早速行きます。水着に着替えました。今回は特別に水着を着用させていただいております。私は今4階の女性サウナのフロアの前に来てるんですけれど、ここは他のフロアにも男性フロアが18個、女性フロアには11個、サウナの個室が、差室が個室になってるのかな、があるみたいです。じゃあ行ってみますか。あ、そうだそうだ、忘れてました、これです。これなんかつけてるなって思うでしょ。これはあのフロントであのロッカーキーを渡していただくんですけど、それにこんな風に心拍数とか時間とかが見れるようになってる時計が、スマートウォッチのようなものがついていて、今回初めてサウナに入りながらこの心拍数を見れるっていうのがすごい楽しみです。今の状態でこちら97、心拍数は97です。これが普通って覚えておくといいですね。いきます。あ、なに、おー、なんかホテルみたいになんかこうやってここに番号が、部屋番号みたいなのとかが書いてあって、多分これが差室になってるかな。で、あ、こんな風に整い椅子みたいなのも置いてあるんだ。はあ、すごい。じゃあ見ました。見ましたじゃない、見えました。なるほどなるほど、そういうことか。ここがちゃんとあるんだね。あ、いっぱいあるいっぱいある。1、2、3、4、5、5機。あとこれ嬉しい。わかんない。これすごい私は嬉しいんですけど、ありがたいです本当に。このクレンジングとか洗顔とかきちんと、このしかもたくさん置いてるってこれは嬉しいポイントです。手ぶらで来れますっていうね。
そしてそしてこちらこちら。じゃあおおこうなってるのね。失礼いたします。こっちが、あ、書いてあるよ、ホットって書いてあるね。こっちがあのお湯ですね。そしてこっちに2つ水風呂があります。そしてダダダダッと、いっぱいこういう風になんかこうホテルの部屋みたいな感じで茶室がいっぱい置いてあるっていう。初めてです。こんなこの携帯のサウナ施設初めてです。すごい。ここのサウナリセットピントさんは2年前にオープンされてて、この茶室とこの共用部分、このシャワーとか水風呂とかが分かれてるのをハイブリッドサウナというそうです。新しいですね。そしてですね、これだけね、個室のね、こう茶室がずらっとあると、あれ自分の茶室どこだっけって思うじゃないですか。私本当ホテルとかでもよくやっちゃうんですけど、これはここに今入室できませんになってるんですけど、自分のお名前が表示されるので迷わずに、自分はここだっていうのが分かるので、これもすごいですね。おお、気持ちいい、気持ちいい温度です。よいしょ、あ、気持ちいい、あ、めちゃくちゃいい温度です。よいしょ、最高です。本当は多分こういうところってそれこそシャワーだけのところとか水風呂がなくって水シャワーでとかっていうイメージがやっぱ強いんですけど、このちゃんとあったかいお湯と水風呂までどっちも用意されてるって本当にすごい。これは嬉しい。それでは茶室の方に行きたいと思います。私はここですね。ここに整って、これがあるってことはあるってことじゃないですか。しかもちょっと見えちゃったんですけど、こちらもロウリュ専用アロマ、アロマのロウリュができるんですね。すごい。これがフォレストグリーンっていう香りですね。あ、すっごいね。あ、すごい勢いよく出てしまいましたけど、こちらでいいんですね。あ、もう楽しみすぎる。すごいいい匂い。失礼します。よいしょ、あ、熱い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 。わー、あ、わー、すごい。どうしましょう。これはもう本当にまさに個室サウナというか、全くこう自分だけの空間っていう。そして意外と広いです。とっても広い。なんかもっとこうギュッてこういう感じかなと思ってたんですけど、3人ぐらい入れるぐらいの広さだけど、これは最高ですね。ここを一人で多分使うのってかなり贅沢だと思います。あとこのヒーリングミュージックがかかってるタイプですね。いや、なんかほんとこう瞑想するサウナじゃないですけど、こうじっとこう自分でサウナに向き合うっていう時間になるかなと。多分出入りもないじゃないですか、他のサウナと違って。自分しか入ってこないから、そのあれがないです。ずっとこの温度でよりじわーっと温まるっていう、本気のサウナと向き合うっていう空間です。ここはまさに。じゃあ早速ちょっとロウリュをしちゃおうかな。このぐらい差し入れるかな。すでにすごくいい香り。おー、すごい爽やかな香りが一気に広がったけど、一気に暑さも上がってます。このなんだろう、香りがすっごくいい香り。多分万人受けする。さっきフォレストグリーンって言ったんですけど、ちょっとこうなんだろう、爽やかな、若干こうハーブっぽい匂いというか。これ気になるんですよ。もう入った時からすごい気になってたんですけど、これ枕になってるのかな。じゃあちょっとせっかくなので初寝そびりサウナ
きます。これは贅沢だ。よいしょよいしょ。これはすごい、いやすごい変な感じです。なんか悪いことしてる気分。いいんですよ、別に悪いことしないんですけど、あ、自分のリラックス度がいつも入る姿勢よりももうガンと段違いで上がります。ものすごく体の力が抜けていく。なんかこの砂質の熱と一緒にこう溶け込んでいく感じがします。わっ、そうだ、座ってる時って砂質ってそれこそ天井に近ければ近いほど熱いから2段目に行くから熱いとかあるじゃないですか。これはなんか座ってる時よりも一定ですね、熱の感じ方が。これはすごい。あー気持ちいい。気づきだな。あー気持ちいい。最高でした。これは初めてです。こんなに寝そべりサウナがいいとは。なんかいつもよりも長く入れた感じもするし、いつもより熱の周りがやっぱ均等に来てるので、それをすごい感じましたね。おー、すごい。あー、ベースしっかり冷たくも。よいしょ。あー、冷たい。あ、気持ちいい。よいしょ。あー、最高。生きてる。この水風呂はチラーで冷たくしてるので、もうずっと多分冷たさをキープしてくれてます。あといつもよりやっぱりこう、なんだろう、熱が均一にサウナに入った時に感じてるから、先に上半身だけが冷える、あ、下半身だけが冷えるっていうのはない。これがすごい。もうすでに整う前から体が軽い。これはすごい。こっち？え、ここじゃないんですか？あ、え、こっちです。じゃん。あ、気づかなかった。すごい。一応外気浴が二つあります。二つ。あ、最高じゃないですか。はー。あー。周りから見えないとかいえ、しっかり風が通る作りになってて、あとここ上にこのファンがついてるんで、外の風をこう回してくれるんですね、下にいるこの人間にいや、気持ちよすぎてちょっと大変なことになってます。なんとですね、なんとなんと、ここ絶対聞き逃さないでくださいね。ここクーポンをね、初回クーポンを使うとなんと1500円で楽しめると。自分だけのサウナも楽しめて、水風呂も十分に充実して、まさかのこの整のスペースもあって、いやー安いでしょう。絶対にサウナ好きにはたまらない。あともうソロサウナーにはたまらないですね。1セット目はハイブリッド個室サウナの方を楽しんだので、次は2セット目です。2セット目は VIP ルームに行きたいと思います。嬉しいこんな嬉しいことはない、逆と違う。なるほどなるほど。お邪魔します。コールマンのこの大好きな整い椅子がまずドンと待って、こっちにも椅子がありまして、目の前にシャワー室もついてます。これ椅子
こが水風呂になってます。ここは VIP という名のもとありまして、もうここだけ、ここもう一室だけで全てが完結できるっていう。拍手を送ります。2セット目いきます。脱出、えいっ。おー広い。あーやっぱりちょっと広くなっている。ちなみにこちらのビップルームは女性だけ、2人まで、入れるそうです。男性のビップルームはお一人で利用するという形になっております。おーいい音、いい音。パワーロールの最高。わー空気がガラッと変わります。これはバチバチ熱を感じてますね。急に汗が出てきた。お待ちかねの、私も気になってるこのこちらのね、心拍数を見ていきたいと思います。じゃん、107になってる。こんな上がるんだ。だって96だったんですよ。普通だったら茶室にあの時計あるじゃないですか、サウナ時計が置いてあって、あれをこう目安にこう大体10分だな12分だなって見てると思うんですけど、これを1個目安にね、あ上がりすぎてきたな、ちょっとこれは出た方がいいなっていうのを1個、この心拍数を基準に茶室に入るっていうのも、これ新たなサウナの形になるかなと思います。夢があるなと思いました。ご褒美感というか、もうスペシャル感がありますよね。こうじゃあ月1回個室サウナを目標に仕事を頑張ろうとか学校を頑張ろうとか、なんかそんな風に個室サウナを使うのすごくいいなと思いました。あ、これだけリラックスしたから心拍数の方もちょっと気になりますね。もうゼロ、今ゼロはやばいか。どんな感じになってるのかしら。じゃん、76。さっき107あったんですよ私、差室で。これが76。リラックス、相当リラックスしてますね。これ正確ですね、きっと。体感もこの感じです。で、差室にいる時の体感もやっぱ107ぐらいあるだろうなっていう体感があるので、いかにこのスマートウォッチが性能がいいかっていうのが分かりました。新時代のサウナの入り方です。こちらのサウナリセットピントさん、その他にも、瞑想ルームやアロマルームなどといった他にもそういうリラックスできるスペースがあるみたいなので、そちらの方にもぜひ、お邪魔してみてください。心もリセットできました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。みんなで作るアンドサウナのオンラインコミュニティが誕生。サウナ好きで作る共同プロジェクトを続々立ち上げ中。施設で使えるクーポンやここでしか見れない限定動画も公開予定。みんなで一緒にアンドサウナを盛り上げませんか。詳しくは概要欄をチェックしてね。Now my wheels in motion and my